ャンネル。じゃ。こんにちは。今日は何？今日はですね、まあ今シーズンをどのスケジュールで行くとこういう戦い方できるって話しましたけど、はい、基本多分最初無観客になると思うんですよ。うん、どのね、なんか3密を避けるっていう、はい、ことを言いつつ、その多分無観客でなっていくんですけど、うん、はい、全部に言えることなんですけど、見えてるとこだけ3密を防いでても意味ないじゃないですか。はい、まあ実際、まあ一人一人3密は回避していかないといけないですよね。だからまあ野球で言えば、なんかまあ韓国とか台湾ね、でも台湾とか始まってますけど、はい、グラウンド上で唾吐くの禁止とか、ベンチでマスクしとこうかとか、はい、ベンチもちょっと間開けて座ろうかとかっていうことを言ってるんですけど、はい、いや見えてるとこだけやってても意味ないよっていう。そこってテレビで言えば見えてるとこじゃないですか。はい、まあ、試合中とかそういうことですよね。見えてないところの3密も守ってやっていかないと、うん、はい、もし仮にプロ野球無観客で再開しますってなった時に、はい、1人でも感染者が出たら中止なんですよ、はい、選手、うん、スタッフに、うん、どこまでが濃厚接触者の定義かどうかは、まあ、僕もはっきりは分かんないですけど、はい、中止になる、まあ、そうなっちゃいますよね、じゃないですか、はい、うん、ってなった時にこういうところも3密考えなきゃいけないよっていうところを僕なりに考えてきました。おー、なるほど。まず1つ、はい、こう分かりやすいところで言うとロッカーですね。あ、ロッカーって一つ一つそんな近いですか？これより近いですよ、下手したら。そうか、ロッカーってこうもう横ですね。もうこうなってるから、はい、でしかも、うん、そのロッカーってそんなめちゃくちゃ広いわけじゃないんで、はい、その中に何十人もいるっすかって、はい、で一個開け、一個開け、そしたら多分入れないです選手がロッカー。そっか、倍ないですもんね、数ロッカーの、はい、ロッカーが倍っていうか、要は一人で二ついるんで、はい、多分そんなロッカーは多分ないんですよね。な、そうですね、はい、入れなくなっちゃうのか、はい、はいはいはい、でしかもそこで汗着替えるんですよね。はい、はい、でもロッカーでもずっとマスクしてるかっていう。あ、汗ってどうなんですかね。でも汗もダメか。ダメなんじゃないですか。ちょっとね、専門家じゃないから分かんないですけど、だからロッカーもその3密を回避するやつを取らなきゃいけないですよね。そうですね、うん、まあ、ロッカーをじゃあ、まあ、会議室を一つロッカーにしてしまうと か、 だから、まあ、ホームチームはいいと思うんですけど、はい、ビジターチームのところってそんなに広くないんで。あ、そうですね、ビジターチームどうするんや、うんうん、いうところもあるんです。まずロッカーね、はいはい、で次がミーティングですね。あ、リモートでもロッカーいるんですよね。ロッカーにいるんですよ。います、はい。もうロッカーが3密じゃないですか。そうですね、だからリモートでも3密っすよ、ね、そうですね、ロッカーが3密だから、はい、でミーティングはどうするのかっていうね。家でミーティングしてから球場に来る。リモートですか。はい、まあまあそれだったらいけるっすね。ミーティングってその一番最初にやってもいける、大丈夫ですよね。そう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 、あの球場だと、あのビジターだとホテルでするんで、はい、あとホテルでミーティング、リモートでする。部屋でもうリモートですね、部屋にいて、はい、最初 の、 そのもう練習というか、あれはもうミーティングを先にする、うん、そして球場に行くっていう。だからもうミーティングはリモートですね。リモート、はい、だからもう集まってはできないですね。できない。で、じゃあ次が、はい、プロス。ああ、お風呂。だってあの今ゴルフ場でもね、はい、お風呂はもう使用できませんとかなってるところで、今コンビニとかでもトイレも使用できないやつか、はい、うん、だからトイレ風呂っすね。トイレダメなのか。だって、はい、トイレってこう立ってやる、こうとかもあるし、座るのもあるじゃないですか、はい、大小あるじゃないですか、はい、ってなった時に、うん、そこの集団生活の中でどうなんですか、はい、え、トイレダメなんです。いや、わかんないですよ、はい、まあ、でも専門家じゃないから、はい、あと風呂とかね、まあ、トイレはいい、まあいいにしろ、お風呂じゃ帰ってから入ればいいんじゃないですか。でも練習した後とか汗だらだらじゃないですか、夏とかだと。もうそこはしょんない、もう。だからもう風呂はなしで。風呂なし、もうあの頑張って濡れタオルとか、うん、こう汗拭きシートで頑張ってこうやってやるまあまあ それですね。できますね。まあ、できますね、はい、はい、じゃあで次がよし解決だ、治療っす。ああ、終わった後とか？とか、とかピッチャーだと登板前とか、はい、登板前何してるんですか？ストレッチしたりとか、治療ね、マッサージしたり、肩ほぐしたりとか、はい、それって自分で誰かにやってもらってるんですか？そうそう、トレーナーにね、チームの。そうか。あとは
肩とか腰とか違和感、針とか痛い人とかが終わってから治療もあるじゃないですか、はい、針とか電気とか、はい、うん、あとDeNA の山崎康晃投手なんかは、はい、その球場で3回お風呂入るらしいんですよ、登板までに。わあ、そうなんだ。でマッサージしたりとか、だからそれももうそのルーティーンはまずできないですよね。ルーティーンはもうダメだ、それは、うん、だから治療もできないですよね、はい、だからもう自力っすか、自力怪我もきついっすね。そうですね。でもそこもあるじゃないですか、はい、3密言えばね、自分でほぐす方法とかをまあ考えるしかないですよね、うん、で次、で次がですね、はい、ブルペンですね。あー、ブルペンも結構近いのか。だってもう中継ぎ投手だと、はい、もう6人から8人ぐらいがずっといますからね、うん、そっか。だってブルペンキャッチャーとか、はい、コーチとかもいますし、はい、そうですね。マスクして投げる、マスクしてもうなんかだから一つの試合のテレビ見れないですね。そうですね、まあ、みんな固まって見てるんで。いやだからもうもし次に行くっていう候補の人だ、一気に8人とかじゃなくて、だからもうブルペンになんかもう3人ずつぐらいしか入れないですよ。入れないっていう、だからキャッチャー回せるから、はい、ピッチャー1人か2人ですね。呼ばれたら行くみたいな、はい、だからもう次に行くかもしれない候補の2人しか入れないみたいな、しかしないと。だ抑えの人とかはもっと後に入るとか、うんうんうん、だからもう行ったらもうあと帰ってきてくださいねみたいなね、はい、そうですね、うん、何球投げたらもう帰ってきてくださいとか、うん、とかね。でもロッカーも3つだからロッカーも開けとかなきゃいけないから、そういうの待機場所もいるっすね。あー確かに。で次が、はい、そのブルペンになってスイング場っすね。代打が行く裏で、ベンチの裏。スイング場って何人ぐらいいるもんなんですか、いつも。いやでももう準備ってなると一斉にいたって、代打も右が1個左が1個分かんないし、はい、ダイソーもあるし、はい、ってなったら裏のバックヤードで準備ってめっちゃするわけですよね、はい、その控えの選手っていうのは、うんうん、それもできないですよね。もうそれはもう右と左1人ずつで、ダイソーもあるし、あと守備から行く人とかもあるし、そっか。いやもうダイソーで行く人とかはもうちょっと違う場所でできません？こうやってなんか渋いとかこうやって。だからそういうのが限られたスペースしかないから、はい、それはもうどこでやるのかも工夫しなきゃいけないですよね。でも球団が新たにスペースを作るしかないですよね。でもスペースって建物のスペースは限られてるじゃないですか、はい、でしかもベンチから遠く行くわけにいかないから、うん、そこもやらなきゃいけないですね。まあ考えるしかないですよね。で、あと次がですね、うん、はい、いっぱいあるんですよ、はい、裏はありますね。今すごい解決してってますよ、はい、でもウェイトトレーニング場っす。あー、だって今なんかあの今の状況、プロ野球12球団でいうと、はい、トレーニング場に入るのは1人にして30分交代にしてるところとかもあるらしいんですよ。へー。だって常にあれ、ね、アルコール消毒して、はい、汗とかもね、うん、台とかにもつくし、つきますね。そしたらもうトレーニング器具を自宅でやる、自宅にトレーニング器具を。でも試合前に閉めてから行きたい人とかもいるじゃないですか。え、試合前も結構。あとこんなのでっかい器具いきなりマンション入れれないですよね、そんなどこの館でも、うん、そうですね。え、試合前にこうやって結構やるんですか。やっていってる人もいますね。いるんですか。ああ、禁止。だからそういうのもしなきゃいけないからパフォーマンスどんどん落ちていきますよね。はい。でもまあみんなもうどの球団もでもそうしてるって思えば、でもできるところはするかもわかんないですよね、何らかの対策と。だから対策練らなきゃいけないですよね。でも球団がどれだけ対策を練っていい環境を整えるか。そうそうそう。あとウェイトトレーニング場の広さもあるんですよね、はい、狭いところもあるし広いところもあるんで、まあ、広いところだったら入れる人数変わってくるかもしれないですしね。でもそれでも3密を防がなきゃいけないから、はい、でももう唾とか汗は飛ばない、離れて。でもそしたら1回ずつ拭かなきゃいけないんで全部、はい、もう拭くのも頑張る自分で。だから対策めっちゃ取る、そういうところも対策取らなきゃいけないっていうね、うん、そうですね。であと次ね、食堂っす。あー、食堂って広くないんですか。そんな広くないですよね。広くない。特にビジターとか行くと狭いですよね。うわー。だって要はこうやって向かってご飯食べたらダメなわけですよ。はい。お弁当。でも弁当でも、はい、結局ロッカー3つでしょ。どこで食べるんやって話なんですよ確かに、どこで食べればいいんだろう。で食堂も一席空きとか、あ、分かった、アクリル板全部に、うん、まあセットしなきゃいけないですよね、はい、でも終わったら全部こうやって拭かなきゃいけないですもんね。そうですね、うん、だ選手の人数分の席があったと。それをビジターもちゃんとやってくれないと困るんですよね。そうか、ビジターもやらないといけないんだ、うん、大変だ。でもアクリル板最強なんですよね。最強って言います。はい。だから本当に近くてもここにアクリル板を本当にこうやって全部、だからもう一覧方式ですよね。あ、そうですね、ラーメンの、はい、で行くしかないですよね。あれ一覧でした、一輪か、一覧、一覧、うん、
そうだそうだ。あとはだってあの食事もバイキングダメですよね。ダメですね。だからもうもう頼んだやつしか出てこないんで、決まったお弁当というか、うん、しかないですね、うん、全部準備しておく、うん、それでしかないですよね。できますよ。でもまあできますね。はい、アクリル板で次が移動っす。あ、まあ、公共機関使う、はい、でなかなか厳しいですよね、はい、感染のだってもう今とかね、あの地方の人とかはもうこのゴールデンウィーク来ないでくれって言ってたりとかするところを、あの民族大移動じゃないですけど12球団が大移動していくわけじゃないですか。なかなかきついですよ、感染拡大に。東京から札幌福岡とかね。でも開幕するときって移動ぐらいはもう大丈夫になってる時期に開幕するんじゃないですか。でも一人でも感染したらアウトなんですよ。まあ、だからそこが問題なんですよ。まあ、そっか。移動してもだって今だって別に移動するのがいいじゃないですか。仕事でも行かなきゃいけないパターンもあるわけじゃないですか、はいはい、うんうん、ってなった時にだから不要不急はダメですけど、うん、そうじゃない場合は移動制限はないわけじゃないですか、はい、そうですね、しなきゃいけないパターンもあるし、チャーター機、チャーター機、うん、無理ですよダメ。いや、お金が持てないです。新幹線そのワンフロア貸し切りで1、そのまあ3人席、2人席あったらもう1人ずつしか座っちゃダメみたいな形を取る。もうそのフロアの席全部球団が買って。でも多分1車両じゃ無理ですね。3車両ぐらい貸し切る。それめっちゃ莫大な金がいきますよ。しょうがないあとじゃあ飛行機の場合は飛行機も貸し切りだからそこがだから今台湾だと、はい、全部バスで移動らしいんですよ。あ、行けるんですね、バスで。だいたい4時間ぐらいで行けるらしいんですよ、はい、うん、だからもう全部移動はバスで移動してるらしいんですよね、うん、まあ、バス何台か借りて、そう窓を開けて離れれば行けますもんね、うん、で行ってるらしいんですよ。日本もバスだ。でも札幌行けないんですよね、バス行けない。でしかもですよ、はい、昨日話したように、はい、6連戦ダブルヘッダー、うわー、30連戦、はい、っていうのが、うん、やらなきゃいけないわけです、はい、ってなった時にその移動しながら保てるかっていうね。そうですね、うん、いやなんかもうシーズンできないんじゃないかと思ってきちゃいますよ、これ考えたら。だからそのね、うん、見えてるところの密だけじゃなくて、はい、一番大事なのは、うん、グランドレベルって正直ですよ、はい、そんな大事じゃないですよ、うん、しかも野球ってコンタクトスポーツじゃないんで、はい、コンタクトそんなにしないじゃないですか。まあ、ランナーが走って一塁の人とちょっと重なったりとか、ああベースで重なったりとか、ああもうそのぐらいですかね。ああ、じゃないですか、うん、ってなった時にそんなグラウンドレベルって言って、うん、3密はそこまでないと思うんですよ、はい、本当に大事なのは、うん、バックヤードなんですよ。だ 今、ね、今上げるだけでもそんだけあるわけじゃないですか、はい、もうちょっと考えたらもうちょっとあると思うんですよ、うんうん、そこを対策していくことが大事ですけど、そこは考えてほしいですよね。そこの方をどっちかというとグラウンドレベルじゃなくてバックヤードをもっと考えた方がいいです、うん、まあ、選手が一人、ね、感染したらもう終わりってことならば、そこは徹底しないといけないですよね、うん、だって一回だって感染したらその人が使ってるところ全消毒でしょ、ロッカーも最初から、はい、うん、はい、まあきついですよね。きついですね。で万が一対戦相手の誰が感染したらもうそれこそ中止じゃないですか、はい、で全員熱測るんですよね、うん、その日、はい、で37度5分以上になったら出場停止ですよね、はい、うん、いやこれシーズンできるんですか。わかんないですよ。だからやるってなるとそこまでしなきゃいけませんよっていうのを考えた上でやってほしいですね、うん、まあそうですね、うん、いろんな時期とかそういう調整も多分すごい今大変だと思うんですけど、うんうんうん、そういうとこ以外に自分のじゃあ球団はホーム球場どうしていくか、うんうん、そういうところも密にやっていかないと。そうですね。だからあの、まあ、NPB はシーズンをどう戦うかっていうのを考えなきゃいけないですけど、うん、はい、各球団はバックヤードでもどう3密を防いでいくかっていうのを今から対策してやる場合には想定してやっていかなきゃいけないですね、こういうこと。今からじゃあロッカーちょっと増築したりとか。でも球場を掘らなきゃいけなくなるんですよ。そうです。球場だってあのいきなりこの部屋ちょっと広さ増やそうって無理じゃないですか。余ってる部屋とかないんですか。なんかさないんですか。使えそうな部屋とか。だからビジターっすよね。あ、まあ、ホームができると思うんですよ。はい、まだなんとかして、うん、うんうん、そっか、ビジター選手をどうするかって、ビジターって結構ね、追いやられてるんですか？狭いですよ。ビジターって基本狭いんで。うん、ビジターはどうするかする。確かに。考えることいっぱいありますね。はい。いろいろ考えてね、はい、最善の策を練ってほしいですね。はい。